ふえふえ、外出たくても出られないぜ。イライラするぜ。あーうるせえうるせえ。おい、ゆっくりまんじゅうたち。動画冒頭からうるさいんだよ。うるせえぞ主人公。音量注意ってタイトルに書いとけばいいだろ。じゃあ、今回はそんなさっき脱日本とは真逆の国、世界一安全と言われる国、アイスランドの料理を紹介するよ。ゆっくりワールドグルメ。まずはアイスランドの基本情報からだよ。アイスランドはイギリスの上に位置する島国で、面積は北海道と同じくらい、人口は約30万人。イギリスの研究機関の発表だと、平和指数のランキングで3年以上連続で世界一になった国なんだよ。日本も同じ島国なのに。ゆっくりしてらんねえぜ。全員ゆっくりまんじゅうだろ。それに北極圏に入っている国だよ。北極圏の他の国は、カナダにロシア、ノルウェーなど、めちゃくちゃ寒い国ばっかりなんだけど、アイスランドは火山活動が活発で温泉も湧くからそこまで寒くないんだよ。夏でも気温は10度以下、冬でも氷点下近くぐらいだよ。土地柄、香辛料があまり育たない代わりに、発酵や燻製などの保存食が多いんだよ。海に囲まれているから、新鮮な魚介類が豊富だよ。アイスランドの魚といえばシシャモだね。そうだね。お肉は羊のお肉がメインで、人口より羊の数の方が多いんだよ。まさにモフモフの島。野菜もジャガイモをはじめ、地熱のおかげで北国にしてはよく取れるよ。健康的な食材を食べることから、長寿の国として有名だよ。具体的にどんな感じで健康なんだぜ。聞いて驚け、見て笑え。2009年にマクドナルドが国から完全撤退して、アイスランドにはマクドナルドが一つもないんだよ。マクドナルドがないなんて。じゃあ何のためにジャガイモ育ててるんだよ。普通に生活のためだろ。ハッシュドポテトならあるよね。ありません。100円だった頃のマックフォークもないの。あれはもう日本にもないんだよ。まとめると、アイスランド料理は質素だけど素材を無駄にしない健康的料理なんだよね。なんだか興味湧いてきたよ。それじゃあアイスランドの紹介いくよー。最初に紹介するのはドゥーグブロイズだよ。ライ麦が原料のパンで、黒くてずっしりとしたパンだよ。あ、ハイジなんかで見る黒いパンだね。イメージ的にはそんな感じだよ。このルーグブロイズの特徴は、その蒸し方にあるんだよ。どうやって作るんだぜ。アイスランドは温泉が湧く雪国なんだけど、生地を入れた容器を温泉の近くの熱い地面に埋めて蒸すんだよ。すげえ、すげえ。動画もあるから少し見てみようか。ポチッとな。Welcome to my bakery.穴を掘って容器を埋めるんだよ。掘り起こすよ。熱々だね。ポチッとな。こうやって蒸されたパンは甘くて保存も効くんだって。次はこのルーグブロイズと相性抜群の料理だよ。アイスランドの魚のシチュー、プロックフィスクルだよ。やっぱりパンにはシチューだよね。タラ戦争でおなじみのタラを使ったシチューだよ。タラをバターで焼いてジャガイモと玉ねぎを加えて、小麦粉と牛乳で仕上げるよ。このシチューは絶対パンと合うよね。お次もタラだよ。ほい。なんなのぜ、これ。ペルル。ペルルルル。野獣。違います。ペルルは、タラの舌だよ。ベロ。ベロを食べるの。日本で採れるタラは体長がだいたい1メートルなんだけど、アイスランドのタラは倍の2メートルあるんだよ。だからベロでも、食材として十分な大きさがあるんだよ。どうやって食べるの？グラタンにしたりスープにしたりするんだって。美味しいのか？味は淡白なんだって。うん。一匹から一つしか取れないから値段はなかなかなんだよ。あ、はい。次行こうぜ。次行こうぜ。じゃあ次はお肉だよ。お肉いいね。肉だぜ肉。スラウプルだよ。アイスランドでは主流の、羊のモツを使ったソーセージだよ。色が違うね。赤い方がブラッドプディング、白い方がレバーソーセージだよ。煮たり焼いたりスープに入れたり、食べ方は多種多様だよ。ヨーロッパのソーセージってうまそうだよな。ブラッドプディングに、砂糖やレーズンを乗せて食べるのも人気なんだって。納豆とか焼きナスに砂糖かけるうちのばあちゃんと同じだな。多分に多様なもんだね。もっと肉くれ肉。肉肉肉。もっと欲しい？欲しい？欲しい？はい。ひえ？羊の顔の煮物、チーズだよ。頭を食べるの。なんだよお前ら。牛タンとか頬肉のシチューとか食べるじゃねえか。それはそうだけど。このチーズは、食材に乏しかった時代に羊を無駄にしない精神からできた料理なんだよ。作り方は、まずきれいに洗ってから脳みそだけ取り除くよ。それから顔を二つに分けて、粗塩をまぶしてから鍋で煮るんだよ。お、美味しいのか。牛と同じでタンや頬肉はもちろん、それ以外の部位も美味しいんだって。
特に目玉は栄養価が高くて好きな人も多いんだって。中華丼のうずらの卵みたいな。悔しいけど納得するぜ。どこで食べられるの？レイキャビクにあるファスト&グッドというお店が有名だよ。年間1万食も売れるんだって。1万食も。しかもドライブスルーで買えるんだよ。そんなに気軽に食べるものなのかだぜ。次はこれだよ。何これ？チーズ。サメの肉を発酵させたハカールだよ。げげ、発酵ってまさか。そう、臭いよ。食べた人たちのリアクションを見てみようか。ポチッとな。僕みたいな人が出てきたね。おいおい、バケツが出てきたぜ。どんな味なの？匂いはアンモニア臭がどぎついんだけど、身の味は甘みのあるナッツみたいな味なんだって。作り方なんだけど、最近は工場の大きなコンテナの中で作っているよ。伝統的な作り方だと、サメの肉を砂場に掘った穴に埋めて、重りの石を乗せて水分を抜いて5ヶ月ほど乾燥させるんだって。砂場に埋めてアンモニア臭がしてたら、それってもう。そう、アイスランド人がよく言うギャグで、ハカールはサメにおしっこをかけて作るんだよってのがあるんだよ。そんなもの誰が食べるんだぜ。昔のバイキングだよ。小さく切ってお酒のおつまみとして、その強い匂いをウォッカで流し込むのがバイキング流なんだって。酒好きの私でも遠慮しとくぜ。次はもう大丈夫だから、これだよ。ハッパパン。かわいい。かわいい。ルイバブルイズっていう薄いクラッカーのようなパンだよ。なんでハッパパンなの？小麦粉、牛乳、バターを混ぜた生地を薄く広げて、そこに模様をつけて油で揚げて食べるんだけど、その模様が葉っぱだから、葉っぱパンなんだよ。確かに葉っぱの模様だぜ。この葉っぱパンはクリスマスに欠かせない料理で、クリスマスには各家庭でこの葉っぱパンを作るんだけど、ナイフや針で好きな模様を描くのが、子供たちの楽しみの一つらしいよ。なんか和むね。縁とどぎついサメ肉とは大違いだよ。縁日の型抜きでやたらと厳しい、ガチ店主おじさんとは大違いだぜ。それじゃあお次もクリスマス料理だよ。ラム肉の燻製、ハンギ京都だよ。これは美味しそう。久々の正統派だぜ。グリーンピースのホワイトソースをかけて食べるクリスマスの主役だよ。羊のいろんな部位で作られるんだけど、一番高級なのは後ろ足だよ。赤身と脂身のバランスが一番いいんだって。やっと北欧らしくなってきたよ。次も当たりでありますように。お次はホットドッグだよ。はバキバキのアメリカ料理じゃねえか。まあまあ続けるよ。レイキャビクにはホットドッグの屋台が多いんだけど、一番有名なお店がバイアリンペスタピルスルだよ。何がすごいんだぜ。このお店は1937年からやってるんだよ。そんなに古くから。何がアメリカのホットドッグと違うの？トッピングは生玉ねぎ、フライドオニオン、ソースはレムラードソースっていうタルタルに似たソースと、お店自家製の甘いソースだよ。街のスーパーで売ってるぐらい人気なんだよ。そしてアイスランドらしく、ラム肉のソーセージなんだよ。なんだかアメリカのホットドッグとは違って、あんまりジャンクフード感がしないね。そうだね。それにビル・クリントン大統領がアイスランドを訪問した時に、このお店のホットドッグを食べたんだけど、世界一美味しい、って絶賛したんだって。世界一。本場アメリカの大統領が絶賛したから、よっぽど美味しいんだろうね。次で最後だよ。スキル、だよ。1000年以上の歴史を持つアイスランドの伝統のヨーグルトだよ。1000年以上も。低脂肪で高タンパク。正確に言う、とヨーグルトっていうよりチーズの仲間なんだけど、食感がとても滑らかでクリーミーなんだよ。日本のヨーグルトよりも栄養価も高いんだよ。そんなすごいヨーグルトができた経緯が知りたいぜ。アイスランドは島国で海に囲まれているんだけど、厳しい気候のせいで、海水から塩を作る過程で必要な燃料が取れなかったんだよ。そこでお肉や魚を保存する際には、ミルクのホエイにつけて保存していたんだよね。そのホエイを発酵させて、水分が抜けたものが、スキルになったんだよ。ホエイ。素材を無駄にしない精神の国だからできたヨーグルトなんだね。そんなゆっくりまんじゅうたちに朗報だぜ。スキルが日本でも発売されたぜ。やったー。バニラヨーグルト、でおなじみの日本ルナから、いいぜいいスキルとして今年の4月から、全国のスーパーコンビニで売ってるぜ。さすが日本ルナだぜ。おしゃれでダイエットにもいいと、インスタ女子の間でもバズってきてるぜ。それじゃ、我々も映えるスクショタイムでお別れだぜ。アイスランドの観光名所、ストロックル間接線に行くよ。10分に1回温泉がドバーッと吹き出るんだよ。3、2、1。
スクショタイム。それじゃあもう写真は撮り終わったから、これはもういいぜ。あ。お前はアイスランド人とは真逆の、バキバキ俗物まんじゅうじゃねえか。